さあ本日もやってまいりましょう。エクストリーム中日ドラゴンズ辻元凛太郎です。いつでもスマイルしようねということで、スマイルがアピールポイントの辻元選手を本日はご紹介していきたいと思います。早速基本情報の方からいってまいりたいと思います。はい、ということでこちらからいきましょうか。はい、ショートをね、大学時代主に守ってらっしゃいましたね。内野手で獲得しました。世代ナンバーワンの守備力を誇る方です。お生まれは富山県、生まれの北海道育ちね、お生まれと育ちがちょっと違うんですね。まあ私もそういうタイプなのですごくわかります。で、北海道育ちなのでここは北海高校なんですね。はい、でそこから仙台大学に進学されてドラフトにかかって、ドラゴンズに来てくださったという感じですね。うん、なのでお育ちは結構ね、北の方が多いから、もしかして寒いの得意なのかななんてね思ったりしますけれどね。はい、ということで2001年の8月11日生まれということですね。うん、もう2001世代っていう感じですね。右投げ右打ち、23年のドラフト3位、そして大学日本代表です。はい、大学の侍ジャパンのね、メンバーですから、かなりやっぱりね、ここに注目されるくらい、そういう魅力がある選手でございます。さて、どんなところが一体辻元選手の魅力なのか、しっかりご説明していきたいと思います。はい。飛び抜けた身体能力と書かせていただきました。そうなんです。辻元選手には、とんでもない身体能力が備わっていること、今からご説明いたしますね。アグレッシブな動きの守備と書かせていただきました。はい、ぜひね、このドラバラのエクストリーム終わった後、辻元選手の一回守備の動画見てみてください。ものすごい動き方をして、手がもう伸びてるんじゃないかみたいな動きだったり、体にバネが入ってるんじゃないかと思うような跳躍をしたり、ものすごくアクロバティックな守備がね、繰り広げられているんですね。で、しかもそれからの、スローインとかもすごく正確で、あ、これは確かに大学日本代表に選ばれる、そういう選手なんだなというのをすごくね、感じました。そしてね、その、守備に関して一つちょっと特徴があるんですね。はい。少しだけ跳ねてから補給しに行く独自のスタイルを持っているという感じなんですね。はい、まあ、簡単に言うとちょっとなんかモノマネみたいになっちゃうんですけど、こうピコッと飛び跳ねてからボールをね、こう打球を追いに行くっていう形をしてるんですね。これなんでこんなちょこっとだけ跳ねているのか、辻元選手実はこれ聞かれているんですね。その時辻元選手はこう言いました。そのまま跳ねずに走っていってしまうと、勢いが余りすぎてボールと衝突してしまうんです。なのでそれを調整するために少しだけ跳ねるという独自のスタイルにしたんですとおっしゃっていたんです。そうです、ピンときた方いるかもしれませんが、辻元選手走塁もめちゃくちゃいいんです。足もしっかりあるんですね。なのでそういういろんな面を含めて、その身体能力を操る能力がある、それが辻元選手のこのアグレッシブな守備なんですね。いやー、これいいですよね。なんかね、個人的にはやっぱりこういうそのナイスプレーと呼ばれる、ショートのポジションでナイスプレーって言われる、本当ギリギリのところで取れたっていうプレーって、ものすごく試合の流れだったり勢いに左右してくれると思うんですね。だからそういう意味で辻元選手の一つ一つのプレーが何かいい波を持ってきてくれるんじゃないかなと、私はここ期待したいなと思っております。はい、でさっきもねちらっと出ましたけど、走塁強肩で守備範囲を拡大し、バッティングにもその影響が出ているということですね。はい、アグレッシブで、ね、躍動的な守備だけではなくて、守備範囲もめちゃくちゃ広いです。本当ここまで取りに行くの、ショートってここまで行くっけみた
細なところまでちゃんと辻本選手は処理してくれるので、そういうところはねものすごくあのドラゴンズに入っても、いろいろねルーキーですけどやっぱりショートのポジションを期待できるんじゃないかなと思ったりしていますね、うん、でそれからやっぱり肩も強いっていうのがね個人的にはいいなと思いますね。やっぱり内野手肩求められるポジションですから、まあね、あの実は辻本選手身長がそんなにあの野球選手にしては大柄な方ではないんですね。だけどこういう技術だったりもともと備わっている能力をちゃんと操ってしっかりできることをどん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 拡大していった、そういう方なんですね。うん、でさらにねここまで聞いたら、あ、じゃあ守備の人なんですかって思うかもしれませんけど、大学時代ホームラン結構打ってるんですよ。うん、本人もねその全力プレーとこのここぞという場面で打てるっていうところをねあのアピールポイントに挙げていましたので、そういうところはねちょっと期待したいなと思いますね。うん、まあ、特にもう二遊間打てればもう出れるような状態ですから、こういうところはね本当ルーキーだからといって臆せずガンガンもう狙いに行ってほしいなと思いますね。うん、さあそんな、素晴らしい身体能力をお持ちの辻本選手なんですけれども、はい、りんちゃんの笑顔と書かせていただきました、はい、これは何でしょうとね思った方も多いと思うんですけれども、これというのはですね実は辻本選手のアピールポイントに笑顔というのも挙げているんですね。うん、あの会見の記者会見の時の色紙にも笑顔というのをね文字を入れてこうアピールしてたんですけど、そのくらいやっぱり確かにすごく笑顔がねクイッと上がって素敵なんですよね。あのポケモンのねエネコってポケモンがいるんですけど、ああいう感じでこの目が山なりになって口がニコーと笑ってすごく素敵なスマイルをお持ちの方なんですね。うん、でその笑顔に対してね担当のスカウトさん八木さんですね、八木智也さん、もともとドラゴンズの選手でしたけれども八木スカウトはこんなことを言っているんですね。うん、笑顔っていうのはいろんなね戦う環境の中においてもふっと自分がリラックスできる、そういうことにもつながるんです。なのでこの笑顔でチームもリラックスさせてほしいし、自分もリラックスしていってほしい、これはすごく強い武器になりますよということをお墨付きでねおっしゃってましたので、ここはねやっぱり私も、ね、いろんな顔がね求められるドラゴンズではありますが、やっぱり喜ぶときは大きく喜んでね、この辻本選手のニコッとした笑顔、私もたくさん来年見たいなと思っております。はい、ということでこちらでまとめさせていただきます。チームをスマイルへ導け、笑顔の貴公子と書かせていただきました。あのもうね本当に素敵な笑顔があって、あとめちゃくちゃこうメディアに対してお話もものすごく上手なんですね。なのできっとすぐ人気は出ると思いますね。うん、だけどやっぱりグラウンドで躍動する姿見たくないですか。うんね、なかなかねやっぱり今年もまあ二遊間しっかり固定っていうことはできなかった中なので、多分来年も横一線のスタートになると思います。本人のいいところ存分に生かしてね、しっかり開幕スタメンも狙いに行ってほしいなと思っております。うん、チームをスマイルへ導けね、チームというのは一応ね私たちも入れてくれてると嬉しいな、ファンもスマイルにさせてくれたら嬉しいな、なんていうことをねちょっと言ってここで締めたいと思います。皆さんもそんな素敵な辻本選手に何かこんな応援コメントがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の配信を動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。